映画タイタニックで伝説となった豪華客船の4番目の煙突から煙は上がっていません。でもこれは間違いではないんです。1911年、夢の船が出航する前の年、大型客船は主に4つの煙突を持って航行していました。巨大ボイラーから熱と煙を排出するために必要だったからです。タイタニックは光学的な傑作で、3つの煙突のみでも正常に機能できました。したがって第4の煙突はバランスと見栄えを良くするために追加されたのです。ホワイトスターラインは史上最大の船なのに、煙突が3本だけだと大衆にがっかりされるとも考えました。タイタニックの姉妹船であるオリンピック号とブリタニック号も同じ理由で偽の煙突を1つ持っていました。偽の煙突は完全にお飾りというわけではなく、換気をする際役立っていました。この煙突から仮想デッキの機械スペースや一等船室用ジェネラルルームからの煙を外に排出していたのです。小さな換気筒を複数使用する代わりに、一つの大きな換気筒を使用することで上層デッキがすっきりとし、乗客が散歩を楽しめるような開放的なスペースが増えました。タイタニック号が沈没した際、それぞれ60トンの重さがある煙突も船とともに沈んでいきました。煙突は特別に高く作られており、排出されるすすが乗客にかからないように設計されていました。その高さと重さのため、煙突は直立した状態を保ったようです。船が最後に崩れゆく際、先頭の煙突が落ち、その後他の煙突も次々と崩壊。これらの煙突は船首よりもずっと軽かったため、他の残骸とともに広がりました。軽い素材で作られていたため、海底に衝突すると潰れ、その後は深海に生息する鉄を食べるバクテリアに侵食されたようです。海底に接触した際、タイタニック号の船首は無事でしたが、船尾は完全に崩壊。この有名客船が氷山に衝突した時の状況は悲惨そのもの。将来映画で再び脚光を浴びるスターが完全に沈むまでに2時間40分かかっています。この衝突の結果、16の防水区画のうち6つが水浸しになりました。船の右舷に水が流れ込むにつれ、船は前に傾き始め、右にも少し傾きました。真夜中までには損傷した区画から他の区画へ水が流出。これらの区画は水平方向にのみ防水されていたため、カオスと化します。まもなく怒りの鎖の穴から水が流れ込み、午前2時までには船首が沈み始め、船尾のプロペラが海面から浮上しました。船首が水中に沈み、船尾がほぼ45度に急上昇する瞬間まで船は浸水し続けました。この巨大なプロペラの重量のせいで船の中央部に負荷がかかります。鋼材はそれに耐えられずに崩壊。製造者たちはその瞬間を陶器が割れたような音、あるいは歯車が落ちたような大きな音と描写しています。これがタイタニックの上部構造が崩壊する音だったのです。午前2時12分時点で船の前部と後部は内底構造でのみつながっていました。数分後、約1万6000トンの重さを持つ船首は後部から分離、船尾は急激にほぼ垂直に立ち上がり、ゆっくりと沈み始めました。そして2時20分には水中に消えています。船の前部は時速約20キロで進み、船尾が到達するほぼ半時間前に海底に衝突。この時点でタイタニックの2つの部分は異なる方向を向いた状態で610メートル離れたところに位置しています。船の前部はほぼ無傷ですが、泥で覆われた状態。一方、船尾は沈没する際経験した内部破裂の影響で絡まって残骸となっています。構造内に閉じ込められた空気が深い水の圧力の増加に耐えられなかったからです。打ち上げ式の遭難信号はタイタニックの悲劇で重要な役割を果たしました。船が沈む時は赤い発火信号を打ち上げ、トラブルを知らせることとされています。しかし誰かがタイタニックに通常の赤い信号ではなく白い信号を備蓄することにしたようです。そのため船が氷山に衝突した時、乗組員は白い発火信号を発射。カリフォルニア号は近くを通過中で、その船長はタイタニックが危険な氷山地帯にあることを知っていました。乗組員は沈んでいくタイタニックを見つけることはできませんでしたが、白い発火信号は確かに見えたようです。カリフォルニア号のオペレーターが無線を切ってしまったため、2隻の船で無線は使えませんでした。船長は何かがおかしいと直感で感じ、タイタニックに向けてモールス信号の光を点滅。しかしその時にはすでにタイタニックは海の底で、返信はありませんでした。タイタニック号と並行してもう1隻サムソン号が航海していました。この船にはカナダ水域で密漁された大量の冷凍アザラシ肉が積まれていたため、目立たないように航行灯を消して航行中でした。
サムソン号の乗組員がタイタニック号から打ち上げられた白い信号弾を見たとき、それを沿岸警備隊だと思い、すぐにその場を離れました。サムソン号には無線機がなかったため、進行中の災害について知るすべがありませんでした。乗組員は翌月にアイスランドの沿岸に到着したときに、初めてタイタニック号のニュースを聞いたとのことです。タイタニックの悲劇を説明する理論は数多くありますが、最近の一つに火災が関与していたというものがあります。アイルランドのジャーナリスト、セナン・モロニーは、何十年も探偵のようにこの謎を掘り下げ、決定的な変化をもたらすものを発見。彼は悲劇から世紀が過ぎた後も公に隠されていた写真アルバムを発見しました。ベルファスト・ノーザン・アイルランドのハーランド&ウルフ造船所で船が出航する1週間余り前に撮影された写真には、船体の側面に大きな9メートルの黒い斑点がはっきりと見えます。モロニーはその写真と当時の目撃者の証言を研究し、タイタニック号の巨大な石炭バンカーの一つで火事が自然発火したと主張しました。その火事は3週間も続き、金属に影響を与え、船体の重要な部分を決定的に弱体化させたのです。その当時ほとんどの船は船体が一つだったため、タイタニック号にとってそれが唯一の外壁でした。そのため氷山が船体に穴を開けるのは容易だったのです。火災がなければタイタニック号はその氷山の衝撃を跳ね返すことができたかもしれません。そのライナーを運営する会社は火災の事実を知っていましたが、その事実を隠すことに決めました。彼らは大西洋横断の航海で厳しい競争に直面していたため、プレスにネガティブな話題を出したくなかったのです。タイタニック号は完売していたので、彼らは石炭をたくさん積んで航海を始めさせました。月も沈没に影響を与えた可能性があります。月は地球の潮の流れに大きな影響を与えます。それが地球に近づくほど月の引力が増すために潮の流れは強まります。1912年当時、月は非常に近く、グリーンランドの氷河がいくつも割れさせ、氷河から割れた大きな氷の塊が南方向へ浮かびました。スーパームーンのイベントは春の大潮のわずか6分後に起こっています。新月と満月の際に月、太陽、地球が一直線に並ぶことで、これらの重力が最大になります。その前日には地球がその年で最も太陽に近づいたため、重力がさらに強まりました。この一連の出来事のせいで、歴史上最も強力な潮流の条件が整ったのです。これがグリーンランドの氷河から氷山が切り離され、自由に動く完璧な条件を作り出しました。しかしこの理論に反対する人々は、潮の力の差はそれほど大きくなく、沈没の主因ではなかったと主張しています。氷山が船の側面を引き裂き、船体に大きな穴を開けました。その裂け目は連続しておらず、複数の場所で損傷が発生しました。一部の専門家は、タイタニックが氷山に正面から衝突していれば沈まなかったかもしれないと考えています。タイタニックには衝突時の浸水を防ぐために設計された防水区画がありました。そのうちの最初の3つか4つの区画のみが浸水したでしょう。これは多くの命を救うのに役立ったかもしれません。この理論の支持者たちは災害の責任を第一航海士のウィリアム・マードックに負わせています。巨大で速く動く船はスピードの出ている車のように数秒で方向転換することはありません。それには数分かかります。マードックが衝突が避けられないことを悟ったとき、彼は直接衝突を避けるために左に避けようと試みました。しかし努力も虚しく、船は氷山と衝突。その後に何が起こったかはあなたもご存知の通りです。